27日に日本に来て1週間調整した後、いよいよ今日登場です。初回ノーアウト2塁1塁で初打席、阪神先発遠山は1球目から3球目までいずれもインコースのボール球でした。結局ストレートのフォアボールで歩きノーアウトフルベース。3回ボブ・ホーナー2打席目、この回から阪神2人目中田浩二、2-3 から足が遅かったんですが当たりがよく内野安打。3対1のリードのまま5回2アウトランナー1塁で第3打席、注目です。初球でした。ライトポールギリギリいっぱい。コーナーは阪神はシフトを左に取っていたので右が広く相手見え、右を狙って打席に入った。来日1号のツーランホームランに満足そうでした。1回2アウトです。先発の池田中5日で登板、1球目カーブまず探りを入れます。2球目はシュートでした。そして3球目スライダーかカーブでしょう。豪快な打球がレフトスタンド中段に飛び込みます。本人やや甘い球だったと話していましたが、これでヤクルト1点を先行です。2対1となって3回の裏第2打席、コーナーに対して今度は池田の攻め、やや逃げ気味です。敬遠気味のフォアボール、この辺りで4万7千のファンが騒ぎ出します。しかしその裏また3番のホーナーから打席が始まります。マウンドの池田、1球目はちょっとタイミング合いません。またここで逃げ気味の投球になります。そして4球目高めの球でした。左中間に豪快に運びます。第3号ホームラン、4対3とヤクルトまた勝ち越しです。キャッチャーの木戸も首をひねるばかりですが、7回また打席が回って今度はスライダーを打ちました。バックスクリーンにぐーっと伸びてライナーで入ります。本人は打った瞬間ツーベースぐらいかと思ったそうですが、とにかく驚きました。昨日から出場してこれで6打数5安打ホームラン4本。そのホーナーの談話をご紹介しますとね、こういうことなんです。明日の試合も頑張るので第1打席を見てほしいと、もうすでに明日の第1打席のホームランを予告しているということで。ホーナーですが、ファンを大切にする大リーガー、子供たちへのサービスも忘れません。今日も神宮球場は巨人戦並み5万2000人の大観衆。そのホーナー昨日の試合の守備で右手中指を打撲、スタメン出場危うしかと思われましたがファースト3番で登場しました。ホーナーの第1打席ワンスリーからフォアボールで2点を加え、なお2アウト3塁1塁。ここでホーナー2回目の登場、ピッチャーは三越場に変わりましたが、三越場もワンスリーからのフォアボール、大観衆からため息が漏れます。3回目の登場は5回2スリーからの7球目、打球はレフトへ舞い上がり一瞬出たかと思わせましたが伸びがなくレフトフライ。ホーナーは4打席目もフォアボール、今日は4打席で3つのフォアボール、1打数ノーヒットでした。試合は9回阪神に真弓のツーランの後バースにもツーランホームランが出ましたが、ここまで9対5でヤクルトが3連勝、勝率を5割としました。公式戦の途中でヤクルトが勝率5割を確保するのは昭和56年以来ということですからまさにホーナー様々という感じでございます。新聞の見出し男ホーナーを見ようと佐世保球場も大入り満員です。初回そのホーナーの第1打席、カウント1ストライク2ボールから先発白竹が投げたアウトコース高めのストレートをライトスタンドへ第5号のソロホームラン。広島のピッチャーは逃げずに勝負してきました。さて3回ホーナーの第2打席です。ランナーを一塁に置いて白滝はワンストライクツーボールからインコースにシュート、
ホーナーはこれに詰まってボテボテのショートゴロとなり 6-4-3 と渡るダブルプレーに切って取られました。しかしそのすぐ裏、打順はホーナーから。ピッチャー白竹は前の打席ホーナーを併殺に打ち取ったインサイドのシュートを投げますが、狙っていた赤鬼ホーナー、同じ手は食わぬと振った金棒からはレフトスタンドへの第6号ソロホームランが飛び出し3-3。結局ホーナーはこの日4打数2安打2ホームランの活躍です。4-3の1点差で広島が勝ちました。9回裏にホーナーの打席がなかったのが残念でした。